こんにちは、速稼塾の久保です。いやさすがですね、花山さん。30代はですね、人生の、男の人生のね、肝なんですよ。まあ女性はね、20代でそれが訪れます。じゃあ30代ね、どういうふうに過ごせばいいのかってことですけども、これはね、多分話し出すとね、私の1泊2日50万合宿の内容も半分がこれなんで、全部はとても話しきれないと思います。ですんで、何度かに分けて、ちょっとエッセンスごとに、お伝えしていこうかなと思いますけどもね、ということはこの動画を見るとなんと私の1泊2日50万合宿の内容がちょびっとわかるとちょびっとわかるんですよ。というのがね、やっぱり1泊2日合宿って寝る時間と食事をする時間とお風呂に入る時間と私が全て管理するんで、そのスパルタチックなところがねいいんですよね。きっといいんですよ。終わるまで飯食うなっていうのとかね、じゃあ今日の成果はこれぐらいだったんで今日食べれるのはこれですよっていうので、私の1泊2日の合宿に参加した方で食事は出たけども、その定食の中のね、そのホテルで出る定食の中のお米だけしかもらえなかったって人もいるんですよ。おかずは全部募集みたいなね、まあ、それでもありがとうございますって食べてましたけどね。ご飯をおかずにご飯を食べるみたいなまあそんなね、前回も九州旅行だったのかなと思いますけどもね。はい、ということでね、順を追って何から話そうかな。まず決断力から話しましょうか。まあ40代50代になってくると男性は決断力がものすごく大事なんですよ。で、決断がなんでね鈍るかというと、決断した結果結果が悪かったらどうしようっていう不安からよーく決断に対して神経をすり減らして選んでしまうんですよね。でもね、そんなことはいいんですよ。決断するってことが大事なんですよ。決断してよし右行くぞっていうふうにすぐ決めることが大事なんですよね。これはね、結果的に思わしくなかったあの決断は間違いだったってことも含まれてるんですよ。それもね、受け止めるぐらい受け入れるぐらいの決断力、腹を据わってるかっていうかね、腹をくくってるかっていうところが、まあ、男らしさにつながるんですよね。だからね、失敗して知名度を浴びるかもしれないけども、でも決断は早かったよってことなんですよ。決断の全てが成功するわけではないんですよ。決断した結果、その結果がね思わしくなかった時でも、そのうまくいかなかった結果を堂々と受け入れる、その勇気とか、まあ、胆力ですね、肝の力に人間っていうのは惹かれるんですよ。これ男性も女性もだと思います、ね、決断してうまくいけばいいんですけど、うまくいかなかった時の腹のくくり方ですよ。やっちまった、でもまあ待ってるわ、ここから復活してるからなと。で、象徴的な言葉がね、こういうのがあります。私は30代のある時ね、財産を失ってしまったことがあります。逮捕されて牢屋に入ったからです。会社もなくなりました。でもお付き合いしてる女性はいたんですよ。その女性に私が牢屋からできた時に何を言ったかなんですよ。全部なくなった、金はなくなった、でもまあ安心しろと、俺はもともと金持ちだと、たまたま今日金がないだけだと、まあついてこいという形ですよね。そしてその女性とはまあしばらく続いたんですよ。金が結構金回りが良くなってから分かりましただからよく分かんないですけどね。だからお金のあるなしと女性と付き合いできるかどうかっていうのは実は本来は関係ないんですよ。自分自身が金がないから付き合えないと思うからこそ発言も消極的になったりとか、デートに行くところもちょっとしょぼくなったりとかするわけですよね。で、デートに行くところがしょぼくなったのはいいんですよ。今日はこれで我慢しろと、そのうち俺は大丈夫、元通りの金持ちになるから、今たまたま金がないからこういう暮らしだけでもねっていうことなんですよ。だからその将来に向かってのその確約できないね約束にどの辺まで付き合ってもらえるかっていうところが、まあ、男の決断力であり胆力なんですよね。まあそういうふうにね、もう状況が悪い時だからこそ最善を尽くす、そして、空元気をね忘れない男性に女性は惹かれていくと私は思いますよね。だって状況が悪い時にシュンとなっていてもうダメだっていう風になる、そんな男性に、魅力を感じるかな。まあ、もちろんね、瞬間的に励ますってことあると思いますよ、慰めるってこと。でもそれが通用するのは、まあ、そうですね、20代ぐらいまでじゃないですかね。20代で失敗して大いに落ち込んだ時に年上の女性は包容力ってものを使ってくれます。この子を私が守ってあげないとっていうふうな母性本能にそれは根ざすわけなんですよ。でもね、やっぱりね、20代の女性が40代とか50代の男性に母性本能どうやって使えって言うんですか。違うんですよね。男性に依存したくて年上男性を選ぶわけですから。だからね、包容力を若い女性に期待するものではないと思います。それでもたまにね、見せてくれる包容力は精一杯受け取って感謝で恩返しすればいいと思いますけどね。とまあこの辺まででもちょっとね話が長くなっちゃいましたね。
で、30代の男の人生、男の生き方なんですけども、じゃあどういうふうに生きるべきか、花屋りもさんもこれから30代入るんで、よくよくね、心に留めておいていただきたいと思います。一つはですね、30代になったら二回り上の憧れの男性をやっぱりね、持たなくてはいけないかなと思います。要するにね、こんな50代になりたいなとかね、こんなかっこいいおじさんになりたいなっていう人を見つけることなんですよ。これはね、多ければ多いほどいいです。で、逆にですね、こんなやつになりたくないなっていう人との付き合いは一切しないことですね。で、いろんな思いがあるけども、それこそね、もう自分の父親がね、父親がもういらっしゃる方といらっしゃらない方いると思いますけど、自分の父親が20歳ぐらい上で、こんな親父になりたくないなと思ったら、親父でも口きかないぐらいの気持ちが大事ですよね。でも親としては尊重するんだけども、でもまあ人生の共有はしないってことですよね。ちょっと寂しいように聞こえますけど、そのぐらいのちょっとまあ選別力が大事かなと思います。もう一回言いますよ。30代で50代の、40代じゃダメです、50代の20歳ぐらい離れた、こんなおじさんになりたいな、俺は20年かけてこういう人になっていくんだ、いやいや10年でこういうふうになっていくんだっていうふうなね、この人の後継者になりたいと思えるぐらいの、そういうふうなね、お手本となる20歳上の男性を見つけていくことが大事です。これなかなか見つかんないかもしれませんけどね。でもそれを見つけないと30代は棒に振ります。もう一つ大事な要件があります。じゃあ自分が30代になりました。10代の男の子に、男性だったらね、10代の男の子にこんな30代になりたいなっていうふうに思わせてるからなんですよ。そしてどこに行く時もくっついてくる、でも毎日のように SNS が飛んでくる、そんな10代を持てるかどうかなんですよ。これは20代で勝負が決まります。20代で年下の男の子とどのぐらい付き合えているか、このこいつ、この少年をね、俺の力で引き上げてやるんだみたいなものが見つかるかどうか、自分の後継者を探すような感じですよね。で、ここまでもまとめますよ。30代になったらこの人の後継者になりたいと思えるぐらいの、精神の後継者になりたいと思えるぐらいの50代を見つけれるか、そういう人と30代の間ずっと付き合っていけるか、それが一つ。もう一つは、自分が30代であり、あなたの後継者になりたいです、花屋りもさんの後継者になりたいですぐらいの魅力を感じさせるような10代の男の子の、まあ、なんていうんですかね、関係を持てるかどうかなんですよ。このね、後ろから追いかけてくる人が誰もいないっていうのは、もう単なるもうエセなんですよ、この30代は。あ、ちょっと言い過ぎましたね、またねもっともっと言い過ぎそうになっちゃったんで、この辺で、ちょっと止めておきましょうか。30代っていうのは、上を見、下を見、両方の世代から挟まれる、人と人の間に挟まれるから、間にいるあなたは人間なんだということなんですよ、ね、ビジネス的に言ったら、憧れる人もいない、憧れてもらえるような人もいない、あなたは人と人の間にいないから、もう人間ではなくていいですよって、まあ、ここまで言うとね、すごくひどい話になりますけども、もうちょっとえげつないことは私の合宿でやりますからねそれこそね、精神崩壊のレベルでございます。そのぐらいしないと、要するにね、マスターマインドできないんですよ。マインドブロックってのはこうやって壊していくんですよね、はい、で、ね、変化というキーワードに次移っていくんですけども、やっぱり30代ではね、問題解決をどのぐらいできていけるかってことなんですよね。20代で使った挑戦があるじゃないですか、挑戦とか失敗がありますよね。それを材料にして30代ではそれをね、問題解決に変えていくんですよ。結果プラスじゃなくてもいいんですよ。結果マイナスになった時の問題解決をどうするかなんですよ。要するに、深手を負った時の回復をどのようにしていくかっていうことを用意しておけばいいんですよ、じゃないですかね。大怪我をした時にどこの病院、誰のお医者さんにかかるかってことが分かっていれば、大怪我を恐れずに挑戦できるわけですよ。これがリスクヘッジです。大金を失った時にどうすればいいかってことを20代まででしっかりと積み込んでいけば、30代で大失敗して大借金抱えても、まあ、またあったかこんなことが、でいいわけなんですよ。さっきもちょっと言いましたけどもね、自分は30代で金を失ったけども、まあ40代ではまたね、豪遊してるよぐらいの見通しが立つような、そんな20代での傷の深手の負い方をしておかなくちゃいけないんですよね。で、その20代で負った深手が30代で財産、資産になるわけですよ。だから挑戦しない20代は30代になってもただ年を取った30歳がそこにいるだけなんですよ。すごく怖いことですけどね。だからどのぐらい深手を負った10代20代で復活してきたかっていうものをプレゼントとして30代の自分に持っていくってことですよね。で、それを素材にした30代を過ごすからこそ、
40代50代っていうのは伸びしろがズバッといくわけなんですよ。だって40代っていうのは老化していくわけですよ。それまでの人生で何もなければただ老化のスピードが速くなるだけなんですよ。でも40代50代でもう逆に伸びていくってことはそれまでの人生を全てね糧としてるわけなんですよね。でついでにモテるんですよ、そんなことしてるから、ね、ついでにモテる。だからモテるのが目的だったはずなのになぜかついでにモテるっていうふうなね付随商品になってくるわけですよ。それこそ女性との付き合いをこちらから望んでなくても自然に縁ができていくというふうな意識です。本人はそういうふうに自然にできていくと思うんですけども、でも他の何もしなかった人生よりも圧倒的にですねたくさんのことを発信する、そういうふうないわゆるにじみ出るそんなね40代になっていくってことになります。例えばね収入の問題ですよね。収入が変わっていく、それは自分でも分かるけど周りからも何も言わなくても分かるわけですよ、収入が変わってる中の人だいぶ変わってきたなと、30代40代50代と収入全然違うじゃないか、仕事がそもそも違うじゃないか、あれこの前までこんな仕事してましたね、してませんでした、今は違う仕事してるじゃないか、しかもかなりその範囲も広がっていると、専門的なものをたくさん持っている。専門家っていうのは一つの道での専門家のはずなのにおかしい、この人はマルチで専門家だと、こっちも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 やってるじゃないかみたいな感じですよね。具体的に言うと店舗も何十店舗もやってきた、会社もいくつもやってきた、で最終的に今やってる仕事はこれになってるわけなんですよ。でもその仕事を失ってもこっちもあるあっちもあるそっちもある、いやいや今まで経験したことがないことすらなんとかしてくれそうだこの人はみたいな感じなんですよね。なぜなら腹をくくれてる決断力がある、失敗からの回復力を知ってるからなんですよ。失敗から回復する能力が、ね、あるっていうのはとてつもないことなんですよ。普通失敗したらそれで再起不能、終わり、ゲームセットなんですよね。でも命がある限りどっからでも復活してくるようなね、そんな30代を過ごすと40代50代ではどっからでも逆転できるんで、どんな挑戦もしてくるんですよ。それこそ全ベッドって言いました、自分の全てをかけても全部を失ってもまたねムクムクと復活してくるんですよね。でしかも復活した時っていうのは反発する以前よりも強くなって復活するんですよ。だから立ちが悪いです。こうなるともうね誰も叶わなくなっちゃうんですよね。ちょっと暗くなってきたな。はい、画面が明るくなりましたね。あのねパソコンの画面がね2つ同時に今ね消えちゃったんですよね。だからちょっと暗くなりました。はい、では30代でどんな変化をすることを確かめていけばいいかということですけども、収入の変化、仕事の変化、家族の変化。家族の変化っていうのは自分の持っている家族が増えるってこともありますけども、親に対する感謝の、ね、数が変わってきたとか、それから家族と思えるような人が見つかったとかね、これは肉体的な家族と精神的な家族っていう面があるんですけども、肉体的な家族っていうのは生物学上自分が生まれてきたっていうことはお父さんとお母さん必ずいるわけですよね。こういうふうな偶然によってもたらされた自分の両親っていうのが肉体的な家族ってものです。対して精神的な家族っていうのは私が持ってる速稼塾みたいに、もしくはね花屋龍馬ファンクラブみたいに、自分が選ぶとしたらこういう人たちと家族になりたいなと、この人は自分の弟だよと、この人は自分のお姉さんだよみたいな感じで配置できるようなね、しかも何人いてもいいわけですよ。通常生物学的な親っていうのは一人一人のペアですよね。でもこんなお父さんがいたらいいのにな、こんなお母さんがいたらいいなっていう精神的な家族ってのは何人もってもいいんですよ。でその中にね、わあ久保さんみたいなお父さんがいたらいいなっていうふうに思ってひさげたら、私はちょっと全然ハッピーですけどね。花嫁さんにとってなんかね、まあ、兄貴と言ったら私はちょっと年を取りすぎてるんで、兄貴というのはちょっとねお世辞の使いすぎですけども、ああこの親父から生まれてきたんだったらまあ許せるかなみたいなねふうに思われるように、私もこれから生きていこうと思いますけどね。そういうふうな家族に対する捉え方ですね。それが30代で訪れる変化だと思います。そして恋愛っていうものに対する変化も来ると思います。10代の憧れだけの恋愛、20代のちょっと生意気な恋愛、30代の落ち着き始めた恋愛、ぐっと変わってきてね、そして40代の準備のための恋愛を30代ですることだと思います。で30代で一人の人に決めてしまった、まあ、そういうふうな恋愛感を持った人は40代ではですね、その同じ人に対してさまざまな角度から魅力を発掘できるような、そんなね人への見方、恋愛感の変化っていうのが訪れればいいんじゃないかなと思うんですよね。だから一人の人に飽きることがないわけですよ、全て新しい魅力を自分で発見できるからです。もしくは自分のパートナーに対して新しい魅力を発掘するような作業を楽しめるからなんですよね。
だから誕生日のプレゼントに一緒に服を買いに行ったりとかね、たまにはヘアメイクに付き合ってあげたりとかね、そういうふうなおしゃれの面からもありますし、自分のおしゃれを一緒に考えてもらうっていうふうなね、見た目とか精神のありようとか、それから文化歴史とか学習とか、そういったものを共有していくことによって、何に遭遇した時にはどんな反応があるかな、そして、どんな新しい世界を自分の力でこの人に対して開いてあげれるかな、そして相手からはどんな世界を自分に開いてもらえるかなっていうのね、与え合いの精神がそこに深くあると思います。これちょっと長くなるんでね、この辺にしておきましょうか。まあいろいろとまとめますけども、30代ではどんな生き方をすればいいのかってことをね、ちょっとお話ししました。これね、まだまだ長くなるのと、今お話した内容っていうのはね、まだね10倍ぐらい長いわけです、実は。だからね、一部何を言ってるのか分かんなくなるかもしれませんけども、男の人生30代が全てと言ってもいいです。人生の凝縮されたものが30代にあるわけですよ。30代に入って、そして40代を迎える時に、まあ思うことっていうのはね、自分の30代、もう花井龍馬さん今から考えてもいいと思いますけども、今までの自分の歩みっていうのはどうだったのかなと、やり残したことは何だったのかな、そして今からでもできることは何なのかなってことを考えつつ、それを実現する30代であること、そして40代からは考えもしないような困難が訪れます。それこそ自分の責任ではないものを自分の責任としてこなさなくてはならないことが日々のように襲ってくるわけですよ。で、それはね、実はね、すごくいいことなんですよ。自分の責任でないことが押し付けられていくというのはとってもいいことです。なぜならその力量がない人には何の問題も起きないんですよ。だから平穏無事で変化もなく、ただ年老いていくだけの40代が始まる、要するに人生の墓場です。恐ろしいですよ。だから30代ちょっと間違って過ごすと、40代からはただ年を取るだけの無意な人生がそこから始まっていくんですよね。もちろんこういう考え方を認めない人もいるでしょう。でも私はどう考えてもね、この30代が人生の縮図であり、今までの総決算であり、40代から始まる新しい人生のね、本当に何て言うのかな、正しい老人になるための入門編が30代で全て詰まってると思いますね。40代では知名度を浴びることも、30代ではまだね乗り越えていきます、だからね、20代の時以上に挑戦をしていただきたいですし、そして深手を追っていただきたいかなと思います。深手ですよ。もちろん自らね、頭から突っ込んで怪我をする必要はありませんけども、大きな挑戦には大きな深手というリスクがつきものなんですよ。恐れずに行けばいいと思います。それは20代の経験が助けてくれますし、40代からの自分が治癒してくれますから、まあ、そんなところで30代をね過ごしていけばいいんじゃないですか。まだまだねお伝えしたいことがありますんで、もうキリがないですけどもね、まあこの辺にしておきましょうか。今日はね、深夜2時26分、もう寝ますんで、それではいってらっしゃい。